パリ同時多発テロ事件は2015年11月13日にフランスのパリ市街都郊外のサンドニ地区の商業施設においてアイスセルの戦闘員とみられる複数のジハーディストのグループによる銃撃及び爆発が同時多発的に発生し死者130名、負傷者300名以上を生んだテロ事件である。事件発生時、サンドニにあるスタジアムスタッド・ド・フランスでは 男子サッカーのフランス対ドイツ戦が行われており、フランスのオランド大統領とドイツのシュタインマイヤー、外務大臣も感染していた。現地時間21時頃、同スタジアムの入り口付近や、近隣のファストフード店では弾とみられる、爆発音が3回響き、実行犯とみられる人物が自爆テロにより4人、死亡、1人が巻き込まれて死亡した。その後、 21時30分頃より、パリ10区と11区の料理店やバーなど4カ所の飲食店で発砲し、多くの死者が出た。犯人らは、イーグルス・オブ・デス・メタルのコンサートが行われていたバタクラン劇場を襲撃し、劇場で観客に向けて銃を乱射した後、観客を人質として立てこもった。14日未明に、フランス国家警察の特殊部隊が突入し、 犯行グループ三人のうち一人を射殺、二人が自爆により死亡したが、観客89人が死亡、多数の負傷者が出た。検察当局は、実行犯が三チームに分かれて、襲撃を行ったことを明らかにした。検察当局が死亡者と考えているのは、ア i セル内組織、預言者の兼リーダーのモロッコ系ベルギー人、アブデルハミド・アバウドで、シリアから指示を出しているとされたが、 サンドニのアパートに潜伏しているのを発見され、射殺された。バタクラン劇場への襲撃を行ったのは3名で、うち自爆した1人は、パリ南港に住むアルジェリア系フランス人男性とされる。犯罪歴がありイスラム過激派への関与が疑われて、監視対象になっていた。同劇場で死亡した、銃撃犯もドランシー出身のアルジェリア系、フランス人の男性で、国際手配中だった。 また死亡した3名はベルギー人であることが判明した。スタッド・ド・フランス付近で自爆した3名の男性のうち1名はベルギー在住のフランス人、1名はイドリブ出身のシリア人であるとされ、シリア人男性はもう1名のスタッド・ド・フランス付近での自爆者とともに難民としてギリシャレロス島経由で入国したものと見られている。レストランを襲撃した後、 カフェで自爆した2名の男性のうち1名はベルギーでバーを経営するフランス人でこの男性の弟でバーのマネージャーを務めるフランス人も攻撃に使用されたフォルクスワーゲンポロを借りた容疑で指名手配された14日攻撃に使用されたフォルクスワーゲンポロはベルギーとの国境で停止し乗車していた3名が逮捕されたさらに3名が ベルギー国内で逮捕された。2016年3月18日、事件の準備で中心的な役割を果たしていた疑いがある、モロッコ系フランス人の男が、ベルギーのブリュッセルで逮捕された。15日に、パリの東モントルイユで発見された自動車、セアトからは、複数の a k 十七自動小銃が発見された。バタクラン劇場近くで発見された。 ホルクスワーゲンポロはベルギーでレンタルされたものであった。襲撃に使われた車両1台をレンタルした人物も事件に関わったとしてフランス当局から指名手配されている。事件2日前のバタクラン劇場。カンボジアレストラン前の血だまり。テロ攻撃で損壊したレストラン。時刻は現地時間。テロ事件とそれに伴う捜査。 軍事的対応を除く。11月30日からパリにおいて、国連の地球温暖化対策に関する会議が開かれることになっており、会議には日本、アメリカなど各国の首脳が出席する予定であることから、治安対策として、フランス政府当局は入国管理を厳重にする、方針を明らかにするなど、フランス国内でのテロ活動に対する監視体制を強化していたという。 この事件により、フランス政府は全国に非常事態宣言を出し、テロリストの侵入を抑制するために、国境封鎖を決めた他市民に不要不急の外出を控えるように呼びかけた。また、1500人以上の兵士を動員し、警戒に当たらせた。フランスのオランド大統領は14日、テレビを通じて演説し、今回のテロは、伊豆の軍事部門が実行したと述べた。同日、 イズは、イズ、フランス州の名義で犯行声明を出した。それによると、実行犯を8人が、イズから送り込まれていた。フランスの地元メディアは、戦後最悪のテロや、パリ中心部の戦争と報じている。オランド大統領は13日夜には、事件現場の一つ、バタクラン劇場を視察し、前例のないテロだと犯行を非難した。そして緊急閣議を開催。 翌朝の国家安全保障会議に臨んだ。その後に非常事態宣言を布告した。同日、国民議会は緊急の会合を開いた。議会でマニュエル・バルス首相は、フランスはテロリストとイスラム過激派との戦争に突入したと演説した。一方で、バルス首相は、フランスはイスラームとムスリムとは戦争をしないとも発言した。 議会では冒頭に黙祷が捧げられたが、その後誰ともなしに、フランス国家、ラ・マルセーエズが歌われ出し大合唱となった。議会で国家が歌われたのは、第一次世界大戦終結以来である。オランド大統領は14日には、同日から3日間を国民服務もの日とすることを発表した。また、オランド大統領は、トルコのアンタルヤで、 開催予定の G20 の出席を取りやめた。17日には、ベルサイユ宮殿で、元老院と国民議会の両院合同会議を開催した。オランド大統領は演説で、フランスは戦争していると述べ、テロと戦うことを宣言、すでに行われている、軍事行動について説明した上で非常、事態宣言の期間延長のための法改正を訴えた。また、 テロ対策として憲法の改正も視野に入れていることを発表した。フランス軍はロシア軍やアメリカ軍と連携し、シリアの落下にある伊豆の指令室、訓練所、弾薬庫などを空爆し、伊豆のメンバー数人が死亡した。突入作戦で集合する警官隊。2015年11月18日4時半、警察がサンドニにある事件の主犯格とみなされている。 アブデルハミド・アバウドのアパートを捜索していた際、数人の男女が立てこもって、警察官に発砲して銃撃戦となり、1名が自爆。アバウドは警察官に射殺され、アバウドの10枚も死亡。計3人の被疑者が死亡し、警察官5人が負傷した。警察は、作戦開始から約6時間後に制圧完了し、8人の被疑者を拘束した。 この事件の死亡者数は少なくとも130人、負傷者数は352人になっている。フランスのバルス首相は日本時間11月15日、犠牲者のうち103人の身元を特定できたと発表した。トルコのアンタルヤで開催された G20 の首脳会合。冒頭ではテロの犠牲者への黙祷が捧げられた。ここでは、 その他の民間団体任意団体などの反応を記述する。事件発生時刻は日本時間においては11月14日午前5時頃であった。テレビ新聞インターネットテロ事件以降、世界各地で哀悼のを込め屋間にフランス国旗色にライトアップされた。ありがとうございます。